昭和に帰ってきたようなね。そうですか。かなり年季入ってますね。珍しいよね、タバコ売ってるのね。たくさんいろいろありますよ、種類ね。はい、もう90。90。大事。元気ですね。今回喫茶店を訪れるのはコーヒー好きのロックミュージシャン、ダイヤモンドユカイ。さてさてさて、今日はね、昭和町にやってきました。昭和町っていうと、もう私は昭和の時代の人間なんでね、そんな話をしてもしょうがないということでね。お、かなりレトロなね。これは昭和だな。純喫茶、年季入ってるね。昭和の匂いがプンプンするぞ。ちょっと行ってみようか。じゃあマルボロ、失礼します。はい、いらっしゃい。あ、どうも。はい、いらっしゃい。こんにちは。はい、いらっしゃい。ダイヤモンドユカイです。毎度お気に。どうも。いらっしゃいませ、どうぞ。いやー、素敵ですね、昭和な香りがね。あ、どうもこんにちは。どうも、いらっしゃい。あ、どうも、ダイヤモンドユカイです。よろしくお願いします。お世話になります。カラーテレビの本放送が始まった昭和35年に開店した純喫茶ニューホワイト。現在90歳になったマスターと息子さんの2人でお店を守っています。おすすめのドリンクって、どちらもこれだけなんですけど、うん、お、シンプルですね。はい、そうです。ブレンドコーヒー。ブレンドコーヒーと、はい、一点突破。そうですね。じゃあホットで。ホットコーヒー。ホットコーヒー、はい、ホットに行きましょう、はい。かなり年季入ってますね。そうですね、もうかれこれね、65年。65年ですね。俺よりじゃあ長いってことだね。あ、そうですか。なんかもう本当にタバコも珍しいよね、タバコってるのね。たくさんいろいろありますよ、種類ね。はい、すげえな。本当に昭和に帰ってきたようなね。そうですか。そのぐらいで昭和のまさしく真っ只中。はい、そうですね。ね、できたってことですね。はい、できたんですね。はい、そっから65年。65年。はい、お父さんがずっとそうですよ、ずっとやってきて。そうです。まあまあ父と母ですけどね、あ、お母さんと。お母さんと、はい、やってましたけど、まあ、お母さんはもう5年前に亡くなったんですけどね。ああ、そうですか。お父さんおいくつなんですか。マスターはもう、もう90。90です。90。じゃあもう100も近いね。100も近いですね。元気ですね。なんかエプロンが活かしてる。昔からおしゃれですね。息子さんはいつ頃から。な、25年前ぐらいかな。25年ぐらい、はい。あ、今じゃあ息子さんがここは経営してるんです。うん、まあ一緒にマスター、父と一緒に2人でやってますけど、うんうん、2人で2人でやってます、はい。この辺ってやっぱり喫茶店とか多かったんですか。うん、昔は10軒ぐらいいましたけど、うん、今はそうですね、数えるぐらいしかないですね、はい、ないですね。でも健在でマスター頑張ってて。はい、そうですね。ね、楽しいね。そうで、まだまだね、頑張ってもらうとね、うん、困りますね。100まで行ってもらうと。まあでもやっぱりこういう仕事やってるから張りがあるっていう、はい、そうですね、うん、やっぱり仕事が趣味みたいなね、もんですね、うん、もう趣味超えてるでしょ。趣味超えてる、ね、何ですかね。仕事イコール、うん、仕事イコールライフだね。ライフ、うん、ライフ、ライフですね、うん。はいはい、65年のこのコーヒーが、はい、おー、はい、ありがとう。65年ですよ。砂糖。じゃあいただきますかね。昭和の香りがするね。そうね。まさにこう本当にシンプルで、はい、まあ今ほらフルーティーだったりとか、ちょっといろいろフレーバーがあったりとか、はい、
何もないね。何もない。本当シンプルイズベスト。こういうコーヒーはね、貴重かもしれない。ほう。まあまあ、うん、そうですか。お客さんの飽きが来ないね。そうだろうね、うん。体に優しいっていうか。優しい。うん、だそんな濃くもないしさ。濃くもない。でも薄くもないね。薄くもない。すごいね。ベストって、よかったね。いくつぐらいから始めたんですか。65年前。私25ぐらいやったかな。25歳。今は。今はもう90だから。90。すごいね。これでも時間だけは早いね。あっという間に。なんで喫茶店やろうと思ったんですか。たまたまうちの家内と同じ同居やってね、うちの家内がおばさんのとこで、あの喫茶店手伝ってましたんで、手伝いに行ってましてね、で、まあ、出店いうことでね、1926年に神戸市で誕生した喫茶ホワイト。そこからのれん分けをしてもらう形で喫茶ニューホワイトを開業したそう。コーヒー好きだったの？コーヒー全然飲まなかった。65年前って言うとあんまりコーヒー喫茶店も珍しかったんじゃないですか。そうですね。ねえ、だってこのコーヒーもうだって本格的な一応コーヒーだもんね。まあね。ですよね。何や問屋さんそのものが、ハギアラコーヒー言ってね、有名な。焙煎インスタントじゃないもんね。だって65年前ってインスタントコーヒーでしたよね、まあ、ほとんどがね。会社始める時はね、問屋さんが全部バックになって、出なかったら手伝ってくれて、この焙煎は何はわからないからね。焙煎なんていうの自体もだってわかんない時代だよ ね、 そうですね。最近だもんね、焙煎がどうだとか、俺あのコーヒーはこだってんだけど、ちょっとびっくりするのは、ね、あのブレンドコーヒーセット、トーストと、ね、またミニサンド、これ両方で350円って言ったら昭和の値段ですよね。そうですね。ね、いや初めて見たね、350円で。人件費がいらん分だけ。ああ、2人でやってるから。ああ、身内やってるんだよ。じゃあちょっと350円の、ね、セットを、せっかくなんでいいですか、頼んでも。トースト、はい。はい、お父さんはでも日課としてはさ、じゃあ何、朝6時です。6時に起きて、ただ朝もうね、7時から、朝7時から、まあ、店開くのはね、7時でやってますけどね、準備はやっぱり6時からかかるからね、じゃあ7時からやるのにはじゃあ早く来て。そうですね。まあ、もっとそんな時代になってきてるけどね。電話も昭和ですね。そうですね。はい、お待たせしました。お、はい、どうぞ。ああ、来ましたね。うわあ、シンプル。もうシンプルイズベスト。でも美味しそうですね。ほかほかで。いただきます。もう凝った時代は、ね、ついていけない。おいしい。というかシンプルね。ありがとうございます。昔ながらのね。そうです。シンプルのね。もう本当にもうシンプルです。いいよね。息子さんでも継ぐわけでしょ。もちろんです。はい。これどうするんですか。息子さんがこれからだって。そうですよね。どんな感じ。一人は無理だね。やっぱりまずお父さんのこの帽子をまず被ることエプロンもやっぱりちょっとピンクにしないとダメですよ、ね、これからはね。それからこれですか。これちょっとこれもお母さんの。わあ、お母さんのから来て、泣けない。これもお母さんの。お母さんなんだ。それのは全部、このブローチも前が頼れないから、ああちょっとこれ使ってこう言うて、そういうことです。お母さん愛してたんですね。そうです。もうおかげでまあ今までね、できたんですから、もうほんまのね、これだけ生き残りできたいうことはね、この昭和町界隈で、まあうちだけぐらいかな残ってんの。そうだよ息子さん。はい、何、
大変な重圧を。そうですね、すごい重圧ねかかってます。今度はじゃあお母さんとお父さんの服を着てやんなくちゃ。これからは。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。最近、うん、これはロックやなと思った出来事ってありますか？ロックやな、まあ、ロックってほらいろいろね、まあ、俺はロックンロールバンドやってるからさ、ね、もうそれだけでもロックなんだけどさ、あの初夏デビューするっていうねことだね。初夏デビュー、初夏、あの初、まあ、書道っていうよりもアートの書道、うん、弟子入りしてさ、あの古典デビューしませんかとか言われて、え、まだ1年も習ってないんですけど、もう本当にだから3ヶ月でデビューするって、これはかなりロックじゃないかと。いつどうなるか分からない人間ね。まあ俺の仲間とかでもさ、年下の人もいきなり天国行っちゃったりとかしてね、まあ、切なかったりもするけど、でも自分だっていつどうなるか分からないから、今できることをやれるんだったらもうねえやっちゃえみたいな感じで、それがロックかな。